ク結構初めてでしょ、撮影としては。そうです ねなかなかこういうとこないですよね。そうですね、なんかでも地元が京都なんで、うん、なんか懐かしいような懐かしいような、はい、京都だと結構、まあ、近所でこういった空間っていうのは普通には。そうですね、ちょっと山の方に入っていけば、うんうん、いっぱいあるんで。インディーズね、はい、ラストのツアーということなんですけど、うん、インディーからメジャーに行くというのはそんなに自分の中では変化があるのかな、どうなんですかね。全く近いぐらいないですね。全くないないです。逆に今までの中でそのホールに行ったっていう時は少し違った感じしました。あ、いや、なんか不思議な感じがしましたね。あ、そう。なんか、うん、あのふと昔を考えてみると、うん、こう小さいライブハウスとかで、うんうん、お客さん5人とか5人とかなんかメンバーと人数変わんないぐらいでとか、うん、そんなんでやってたのに、うん、よく考えたら今はこういうところでできるんやなって、うんうん、何千人、それこそ1万人っていうね。あ、そうですね。インディーズラストということですけども、はい、気持ちの中でどうですか。インディーズラストってのはどんな気持ちなんだろう。別に何も変わっていない。変わっていない、はい、うん、今までライブをいろいろやってきて、はい、もちろんライブハウスもあればいろんな会場だったと思うんですけど、はい、どのあたりがこう印象に残ったところとかありますか。やっぱり一番最初にこの5人でやった時が結構印象に残った、うん、もう何年ぐらい前なんだろう。これ1年半ぐらい前ですか。でもそのくらい1年半ぐらい前なんだよね、はい、印象に残ってるライブってのはどこですか。やっぱり一番初めにやったライブ、ナンバーロケッツで結成記念ワンマンっていうのやったんですけど、うん、その時にあのまあ、お客さんがどんだけ入ってくれるか全然分からなかったんですけど、一発目の音をバーンって鳴らした時にお客さんがこうすごいガーって揺れたんですよ。そこのシーンがすごい今でもこう印象に残ってて、でなんかああ俺らはこう組んでよかったんやろうなっていうのがすごい印象に残ってて、で、うん、今でもその感覚に近いライブっていうのがまだないんですよ。なんかその時がなんかすごい一番僕の中で印象に残ってて、うんうん、なかなかそれをこう消せるような印象深いライブっていうのは、うん、やっぱりギターの音一発でお客さんがうわっと動くっていうのがね、ゾクゾクするよね。インディーズでラストということは次メジャーということもあるじゃないですか、はい、自分の中だとそのインディーとメジャーってどうですか。いや正直言っちゃうとあんまりインディーズとメジャーとの差っていうのが正直分かんないんですよね、うん、なんかこうすごいバンドやり始めた頃はとりあえずインディーズになりたかったっていうのがあったんですよ。でもいざこうインディーズっていう呼ばれるこうバンドをやってみたらなんか一体どこからインディーズでどこからメジャーなんだろうって感じで、全くインディーズっていうものにあんまり触れてたのか触れてないのか実感がちょうど分かんない、分かんないんで、うんうん、だからメジャーに行って変わるとかなんか、うん、周りの、ね、お客さんとかそういうこと言うかもしれないですけど、うんうん、あんまりでも僕ら自身が分かってないんでインディーとメジャーってどうですか自分の中では。もう全然実感がないんですけどね、うん、まあどうなんでしょうね。まあ僕らから言えば初めて音源出した時に、うん、もう一応メジャー流通で出してたし、うんうん、活動的にはもう他のメジャーのバンドがやってるようなことをちょっとやってきてたじゃないですか、うん、まあ、制作の面でもそんなに変わってこないと思うし。なるほどね。だから次、うん、また俺らの新しいシングルが、うん、まあそのメジャーのレコード会社から出すっていうぐらいで、あ、そのくらいの感じだ、感じだと思うんですけどね、うんうん、まあでも責任感がやっぱり出てきますよね今まで以上に、うん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 、やっぱり動いてる人の、ね、数が多い以上、うん、一人一人のメンバー一人一人の、ね、責任がやっぱり、うん、多くなってくるから。なるほどね、うん、そこら辺はやっぱりプロ意識を持ってやりたいなと思う。作品もカシッとしたものじゃ作らなきゃいけないそうです ね、うん、時間ぐらいですけどどうですかこの見かける場所っていうのは、はい、すごいですよね。なんかあの初め
和風っていうか日本家屋みたいのは、うん、と思ったんですけど、うん、結構見てみると不思議なイメージがあって、うん、結構合ってますよね。似合うでしょ、ね、はい、あのね、300年ぐらい前かな、江戸時代のね、うん、古いあの家屋を撮影させてもらったんですけど、はい、結構似合ったでしょ。そうです ね、うん、リル・アン・グレイはね、あの武道館のライブ大成功させまして、はい、本当に満員でね、2時間半ぐらいかな、すごく長いあのアンコールも含めたライブだったんですけど、もう満足という感じのね、はい、ハードコアな部分とメロディックな部分と、うん、あと本当にあの最後バラードでね、京君泣いちゃったりしてね、うんうん、中身濃いですね。中身の濃いライブで面白かったです。はい、でついにあのリル・アン・グレイがメジャーでデビューします。来年の1月にシングル版が2枚同時発売するみたいなんで、これ絶対楽しみですよね。